ブルひっくり返さないんだ。言いたいことを言うべきだ。遠慮なんかするな。納得できないなら論破すればいい。言葉で痛めつけて踏み伏せるしかないんだよ。価値観なんかは人それぞれ。殴り合って決めろ。時を経って飛び出すなんてルール違反じゃないか。逃げちゃダメだ。拒否し続けたってそれで終われないなら心に鍵をかけて。だだだ6回ノックしたのにドアは開かない。気づかないか無視してるかわからないけど。部屋には誰かがいる。気配を感じる。うてうてしいこの道具は動かない。僕が来るってことも知らされていないか。歓迎されていないのか。それじゃどうすればいい。このまま帰るか。あと一回ノックしたら断絶。あと追いかけてくれると期待するなよ。世間様はそんなに優しくないんだ。説得したいわけではなくて様子見てるだけさ。このドア閉ざしたままなのか開けるのか。最終通告終えたら答え聞かせてくれ。言い訳なんかはいらないから。 Yes か No かどっち。必死にはここ一番の決断しなきゃいけない時がある。曖昧なままでは前へ進めないだろう。どっちでも構わない。だだだ何回もくしたって立ち上がらなくて。こっちとも根源とか違う異なる世界。何が正しいなんて誰もわからない。大事なのはその仕切りを壊すこと。この一枚のドアが存在するだけでお互いが理解で。I'm not afraid to die.